とっさに小学校一年生のゆかちゃんでもわかったんですよ声かけたらあかんって思った瞬間妹がで声かけちゃう。はいどうも島田修平です始まりました島田修平のお会談めぐり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますえチャンネルですねメンバーシップの方もありますぜひ皆さんお願いいたします そして、チャンネル登録、グッドボタン。あとね、コメントの方もですね、えー、いつも書いてくださいました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。さあ、1月3日、も新年にふさわしいですね、めちゃめちゃ勢いのあるチャンネルから、この方、来てくださいました。吉井正夫さんです。お願いいたします。どうも、えー、吉井正夫の会談を浴びる会代表、吉井正夫です。よろしくお願いします。<laughs> 代表です。 代表ですってね、まあま言わないほがいいよ <laughs> そういうふうにあのさ勢いが半端ないですね <laughs> あなたのチャンネルいやあなたのおかげですよいや本当にいやいやもうたくさんの方にね見ていただいて、はい、もうあっという間に10万人っていうね登録者様超えまして何がすごいって本当にこのチャンネルでしか聞けないような方たち、うん、こんな方会談話しに来てくれるんですかっていう方がすごいじゃないですかいや本当に会談ね人を楽しまる必要がない、うん 方ほど来てほしいってなって来て来て来てっつって喋ってもらってバッファロー頃 A 先生とかあと東京ドラマイト松田さんとかあとレーザーラモン HG さんとか直近で言ったらその方々が怖い話持ってますかって言ったら1個だけあるっってやっぱ言うんですよね、うん、それをじゃちょっと喋ってもらっていいですかっつって声を震わせながらいやちょっと。 初めて言語化するわ、とかっていうのが聞けるチャンネルっていうのが僕の醍醐味やなと思うんですよね。そうっすよね。またよしさんとか、のぶこぶのね、吉村,さん吉村さんとか、<laughs> はい、こんな方がっていう、<ー>で、さらにあの、まあ、吉本のね、芸人さんっていろんな方いらっしゃるから、はい、まあ、新人の方でも、もう発掘されて、はい、いやで、こんなすごい人いるんですよっていうふうにね、紹介もされてるんで、やっぱりこう、 オンリーワンというか他とまた違った唯一無二の会談チャンネルになってますもんねそうなっていくようちょっと尽力してるんですけどもちょっと2024年いろいろ試行錯誤してちょっとだから島田周平のお会談巡りに、えー、吉井正さんの会談を浴びる海軍団 ちょっと呼ばしてください。<laughs> ういう引き連れて。どういうことなんですか椅子ちょっと8つぐらい,ぐらい,いやいや、長いな、また。長いなってお、<laughs> 多いなっていう。<laughs> 間違えちゃった。<laughs> いや、長い椅子かもしれないですから、ソファーで。2>, <laughs> 2列にしていただいて。うん、アメトークみたいな感じでちょっとやらせていただけたらなと思いやいやう回せないよ、そんな俺、皆さんのこともう見てないから。回せますよ。いや,いや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 。てますよでもね、今回はえ同時刻コラボということで。いや、ほんと、同日同時刻コラボ。 周平さんのとことで,できるって本当嬉しいですよ。ぜひ皆さんですね。もう今ご存知だと思いますけどもですね。概要欄貼っておきますので、吉井正雄の怪談を浴びる会、えー、ぜひね。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。あの吉井正雄の怪談を浴びる会ですね。ちょっとなんかあのまたいろんなこと考えてるみたいですから、ちょっと生配信なんかも増やしたりとかそうなんですよ。月に1回ぐらいね。あの1万人単位ぐらいでやってたんですけども。もえ1月8日に。 えー、1周年の生配信とかしようかなと思って<ー>まあそれはなんか、まあ、皆さんと交流を持ちつつ投稿階段を喋りつつみたいなことをさせていただきたいなと思ってるんですけどもその案も島田さんですね<ー>生配信とかしたらっていうのも。ななんんんかかちょっっとととここううピシッねしてるんで、ね、もっとこうなんか 本当はね人間的だねところとかもなんかもっとねなんか僕は見たいなっていう一ファンとして思ってたんでねぜひ皆さんその辺も知ってですね引く人は引いてね、えー、ぜひあの登録解除の方もしていただいてです、ね、<laughs> いい解除したらダメ <laughs> そんな解除を促す人います <laughs> いやだからほらど,どう思いますかねだから早川さんに聞くな本当に早川さんには <laughs> だそれもさだからしょうがないじゃん。 YouTube なんだからもうさ好きでね好きなことをやって皆さんに見ていただいてんだからもうかっこつけてもしょうがないから、ね、全部もう出して腹に向けて、ね、でもうこれこんなんですって言って応援していただけたら応援していただくっていうね、はい、だまあ応援していただけるように促すのが先輩なんすよええも,もうちょっともう,もう無理でしょこんなおじいちゃんマジでもう <laughs> おじいちゃんがしてる写真とか見ましたけどもいやほんまにこんな その初めのトーク長かったですた僕は去年自分が聞いて見聞きした話の中では一番怖っって思った名前は出せないですけどもある女優さんから聞いた実体験の話をちょっとさせていただいていいですかてもうね毎日数々の階段聞いてる中で 一番怖かったっていうもうダントツじゃない。もう,、ね、もうその人が僕に喋る必要はないですしそんな体験したんやっていうのを長々と喋ってくれるっていうのが異常な空間やなと思いつつもそんなことより話に没頭しちゃったっていう話なので、うん、ちょっと島さんの考察もお聞きしたくてちょっといいですかいいすよろしくお願いいたします <laughs> あの仕事場で出会った方なんですけどもその方はもう小さい頃から 子、まあ、役タレント CM 雑誌のモデルちょっとしたカタログのモデルとかもされてた方なんですよねその方がまあ小学校1年生の時に実際に体験した話で楽屋<ー>で喋ってたんですそしたら「吉井さんって怖い話得意じゃないですか私も体験談があるんで聞いてもらっていいですか」まあお綺麗な方で有名な方ですけどもまあまあまあイメージもなかったんで。うん そんななな怖くないやろうなと思ってでもまあ好意で喋っていただけるから「あ聞かしてください」「あのね私1年間おばけと遊んでたことあるんです」むちゃくちゃ聞きたい!」ってなって「<laughs> 教えてください!」っつって重複しますけどもその方が「小学校1年生の時に家に家と帰帰っってていくんです帰ってただいま!」って言ったらリビングにお母さんとおばあちゃんがいるんですけど いつもやったら「おかえり」って返してくれんのにひそひそ話を険しい顔でしてるんですよ。「ただいま!」「ああ!」あのさ仮名にします。ゆかちゃん。ゆかちゃんさ中学生ぐらいかなお姉さんのお友達いる小学校1年生が中学生の友達なんかいないじゃないですか。うん え、なんでいないよって。うん、でまた険しい顔に戻る。どうしたのって。いやあのさ最近「ゆかちゃんいますか?」って電話がかかってくる。うん、それが女性で名前がつ子さんっていう方なんですけど「あつこです。まあゆかちゃんに言ってもらったら分かると思うんですけども「ゆかちゃんいますか?」また久しぶりに遊びたいなと思ってあど「どちら様ですか?」って。あ あのね、あの、ゆかちゃんが、まあ3歳ぐらいの時ですかね、一緒に公園で遊んでたものなんですけども、いやー、ちょっと今留守にしてますっていうのが、何んかあって、いろんな疑問符がつくと。なんで番号知ってんねやろうとか。誰やねんってなって、聞いたっていう流れやったらしいんですよ。えー、知らないなーみたいな。でも、ゆかちゃん側からしたら、 おお姉さんんのお友達ななか欲しいいじゃでえ次さあつこちゃんから電話がかかってきたら絶対私に代わってってでお母さんとおばあちゃんはいやもう絶対変わらんとこって思いつつもその場を収めるために、うん、あじゃ、まあ今度電話がかかってきたら変わるわどうせおらん時にかかってくれやろうなと思ってたからあじゃあそうしよう絶対だよ絶対だよって話が終わった瞬間プルルルルルって電話がかかってくるんですよ。うん、一緒にして空気が変わるんですよ。 おばあちゃんとお母さんが目見合わせて、おばあちゃんが恐る恐る撮るんですよ。撮ったら、あ、あつこです。ゆかちゃんいるつって。すいません、何度も。ゆかちゃんいらっしゃいますか声が漏れ聞こえるんですよ。あ、ゆかちゃんが、あ、あつこさんだと。変わって変わって、つって。あ、もしもしつって。え、ああ、ゆかちゃんじゃんって会話が始まるんですよ。え、覚えてる私のこと ?3 歳ぐらいの時にさ、公園でよく遊んだじゃん。 え覚えてないけど遊びたいっつって「遊ぼう遊ぼ」って会話がどんどん広がっていってじゃああれねあつこちゃんちょっと今遅いから土曜の昼に来てよ土曜の昼の1時に来てっつってあオッケーオッケーガチャって着るお母さんとおばあちゃんからしたら約束取り付けられたよなって、うん、あ土曜の1時に家に来るからっっお何勝手に約束してんねん」ってなりつつもまあ家に来るからやばいやつやったら追い返そうって 先ほども言いましたけども、もタレントをやられてると。もしかしたら悪い男の人が女性を使って何か接触しようとしてるんじゃないかなって心配があるからちょっともうその当時タレントやられてたんですもんね、はい、はいはいはいだからちょっと不安要素はあったからでも家に来るんやったら追い返しちゃいいやと土曜の一時になるんですよピンポンってチャイムが鳴るお母さんとゆかちゃんは玄関のほうに走っていくるんですよ「はーい」ってガチャって開けたら 制服を着た中学校12年生ぐらいの清楚な女性が立ってるんですよあゆかちゃん久しぶり」っつって「ああつこです何度もお電話すいませんご迷惑じゃなかったですか」すごい言葉遣いも綺麗、うん、清楚お母さんは「あこの子やったら大丈夫ちゃう?」ってちょっと思っちゃったとでゆかさんに「あじゃあ遊んできな」って言っちゃったと、うん、でもなんかちょっと不安があるなと思って あ、二人で遊んでいいけど、リビングの窓から見える、うちの庭で遊んで、うんうん、それか家の前、とりあえず目の届く範囲で遊んで、楽しそうに遊んでるんですよ。そんなことが週に2回、3ヶ月ぐらい続くんですよね。あ、お母さんからしたら、あ、この子大丈夫やと。なんやったら手離れるから楽やわ。うん、疑問符を忘れてるんですよ。電話番号なんで知ってんの <laughs> あと一個。 その時に見落としてるる疑問があるんですよおかしいんですよ。この今由香ちゃんが住んでる家っていうのはつい半年前に東京から引っ越し埼玉に住んでるんですよ。東京の公園で3歳の時に遊んでたってことは小学校45年やろう。そんな子おったっけいろんな疑問があるはずやのに由香ちゃんのことを遊んでくれてるあっこちゃん。 もう当時はアッコちゃんってちょっとホリプロやからややこしいですけどアッコちゃんのことアッコさんじゃないから大丈夫ですアッコちゃんのことを信頼してるからいやいやでもこんだけ遊んでくれるし大丈夫やろってもう慣れちゃったんですよねそんなある日ですアッコちゃんが言うんですよゆかちゃんさうち来ない <laughs> 行きたい行きたいってなるんですよでお母さんも一滴な一滴なって,きな行って,きなってどこら辺住んでんのそういえばって まあ大人のの足でで分10分ぐらいのところったんですよねあじゃあ行ってきな行ってきなっつって送り出したんですよ。初めてゆかちゃんはですね当時年長さんの妹と一緒によく遊んでたんですけどあっこちゃんもそこに入って3人で遊んでたんですよ。うん、もちろんその時もあっこちゃんの家にゆかちゃんと妹2人を連れて歩いていくんですよ。家の近くにはでっかい2車線2車線の幹線道路真ん中中央分離帯のでっかい道路があるんですよ。うん そこの横断歩道をあっこちゃん中心となってゆかちゃんと妹で三人で渡るんですよそれがすごい自分の中で大冒険やってあこの道路渡ってるってワクワクが止まらなくて多分あれ一生に残りますねぐらいいい思い出っす、うん、道路を渡るとケーキ屋さんがあるんですよケーキ屋さんの角を曲がると田んぼ田んぼその間にアスファルトの綺麗な道があるその道をバーッと通っていったら緑道があるんですね綺麗なその緑道を越えていったら開けた土地に 小の字型のの新築のアパート3棟があるんですよんあこんなとこあるんやって思ってたらそのこの字型の2階とか1階から15人ぐらいの子供がわーって出てくるんですよで「あっこちゃんこれ誰ってあっこちゃんに言うんですよ「ゆかちゃんその妹友達なのみんなで遊んであげて」っつったら15人ぐらいの子がわーって寄ってきて妹はその子らと遊ぶ。 うちの部屋来ないっつってあ行きたい行きたいっつって部屋に行くんですよこの字型のこの右の塔の端っこ側の部屋なんですよカンカンカンと階段上がっていってアパートに入るガチャって開けたら異様なんですってお父さんとお母さんがおらへんあと家具がないんですよ家具って言ったらまあテレビ机冷蔵庫ぐらいあとはもう空き部屋みたいな感じ。うん ゆかちゃんは大人やったら不安かもしれんけどその頃小学校1年生ですから「えお父さんとお母さんいないの?」つって「お父さんとお母さん仕事行ってて,って」えなんで家の中何もないの?」つって「ごめんね引っ越すの?」ゆつって <laughs> ゆかちゃんすごい悲しくなって「うん、せっかくできたお姉さんの友達が引っ越すの?」ってなって悲しい顔になったとそしたらあっこちゃんが押し入れの隙間バッと開けて中から段ボールを出す。で段ボールの中には 靴靴買ったたにもらう靴箱みいいななあるじゃないですか、うん、それをガチャッと出す中には「チャオとか「リボン」とか<ー>少女コミックスの付録がぶわーと入ってる、うん、でもゆかちゃんからしたらちょっと前アッコちゃんの時に前だいたい56年、うん、もしかしたらもっと前ぐらいかもしれない古い付録がいっぱい入ってるこれね大切なものだけどゆかちゃんにあげるっつってアッコちゃんはアッコちゃんゆかちゃんに渡すんですよ ゆうかちゃんそれを持って妹とその日は帰るんですけど帰ってきてお母さんに見せたら喜んでくれるんじゃないかなって思っててガチャってあげたら「うん、ああ帰ってきてよかった」っつって「あのもうあっこちゃんと絶対遊ばんといて」っつって「えどういうなんでなんで?」っつって「そん,ななんでそんなこと言うの?」っつってあっこちゃんが言ってた道説明されて「こここいってこいってこういっ,ってここここら辺に家ですっっ」そんなとこに。 人は住んでない。人はそんなとこいない。そんな土地ないって言いますよえ。でも行ったもんですって。で、ゆかちゃんは地元の中学校に行ってるって教えられてた。田舎ですから2校ぐらいしかないんですって、うん、地元に。その2校の制服を、その家で嘘つかれてたから調べたんですよ。そんな制服じゃなかったんですよ。 へあいつ何者やねんと我が子を騙して連れ出して遊んでるそんなこと遊ばせられへんっつってそっからゆかちゃんとあっこちゃんは疎遠になるんです、うん、そんなある日ですね数日たって数か月ぐらいたったんかなお母さんがパート行っておばあちゃんもお出かけしててガラーンといいがもう人しかおらん状態ゆかちゃんと妹しかおらん状態その時に ゆうかちゃんんがパッと思うんですよあ久しぶりにあっこちゃんち行かない?」って、うん、妹も「行こう行こう」っつって「ママに怒られないかな」つって「いやバレないから大丈夫だよ」っつって家を出てちょっと歩いて幹線道路渡って二人でドキドキしながらケーキ屋さん曲がってアスファルトの道まっすぐ行って緑道が見えて「うん、ああ場所あってた」つって緑道を開けて開けた土地にバッて出た瞬間この地方の新築のアパートあるはずなんですけど。 全然姿が変わってるんですよもう何十年も人が絶対に住んでない朽ち果てた木造アパート3棟が並んでるんで <laughs> あれこれえもう理解が追いつかない、うん、怖くなってくるその瞬間風が自分方向にビューって置いて怖い怖いってなって家に帰る2人 2>、うん、このことはお母さんにもおばあちゃんにも言われ、うん、何やったんやろあれなんか気持ち悪い怖い でも、子供って単純ですから、怖かった思い出ですけど、忘れちゃうんですね、うん。忘れてまた数ヶ月だって、正月ぐらい。その日、雨が降ってたらしいんですよ。雨が降ってて、妹が、ちょっとお菓子買いに行きたいからコンビニ行こうって言うんですよ。あの幹線道路沿いのコンビニ。ああ、もうお姉ちゃんついていかなあかん、めんどくさいっつって、傘差しっつって、二人で行ってきますって行くんですよ。はい。で、久々、 曲がって幹線道路沿い歩いてたらあっこちゃんがいるんですようわ久しぶりあっこちゃんと思ってでもあっこちゃんの居る場所が変なんですよ 2>, <laughs> 2車線2車線中央分離帯この中央分離帯を雨の日に傘もささずでで歩いてるんですよもっとおかしいのがあっこちゃんの後ろにそのコの字型のアパートで遊んだ約15人ぐらいの 小学校1年生2年生ぐらいの子供たちが一列にザーって並んでる。変な大名行列みたいなっ、うん、とっさに小学校1年生のゆかちゃんでも分かったんですよ。声かけたらあかん。って思った瞬間妹がアッコちゃーんって声かけちゃうんですはい。アッコちゃん遊ぼう遊ぼうアッコちゃん久しぶりアッコちゃん遊ぼうって。そしたらアッコちゃんがちらってゆかちゃんの方を見るんですよ。 口元だけで。ごめんねって言うんですよ。聞こえるわけないじゃないですか。うん、中学生の女性の声、かぼそい声で。でも、はっきりとゆかちゃんに聞こえたんですよ。脳みそにゴーンって入ってくる感じで。ごめんねって。で、また前向いて、アッコちゃんがうつむくんですよ。うつむいた瞬間、アッコちゃんの後ろに行列連なってる15人の子供たちが、 白黒になるんですよ。どういうことかわからん。え、後ろの15人の色がなくなったって思った瞬間怖くなってコンビニも行かずに帰ったんですよ。何やってんこれ。それももちろんお母さんとおばあちゃんには言わない。<laughs> そんなことがあったんです。えー、なんか怖い話ですよね。で、でも私からしたらその時は全然怖い話じゃなかったんです。 いや全然怖いじゃないですかいや,いやあのねあっこちゃんからもらったあの小箱あれに助けられたんです芸能生活しんどかった時小学校中学校でいじめられた時あのあっこちゃんとの思い出の小箱の風呂を見るだけで元気もらえたんですだから私これっていい思い出なんですああそうなんですねあ実際にあるんやじゃあ何かの記憶違いかもしれないですねうん記憶違いではないと思うんですけど でなんでこれを思い出したかってて、うと、30超えて実家に行くことがあったんです。で実家に行った時にそこのお母さんがやっぱきっちりされてる方で、うん、ゆかさんと妹さんのちっちゃい頃からの思い出品を収納してるコーナーがあるんです、うん、そこのお城をガラッと開けると言ったら卒業写真言ったら卒業アルバムいろんな。 写真、スト、もうスクラップとか、映画の冊子とか、いろいろあるんですよね。妹は妹で思い出がある。あ、こんなん撮ってくれてんねや、って時に、あの靴箱、あっこちゃんからもらった靴箱や、っていうので、記憶がぐわーって復元して、この記憶は戻って今話してるんですけども、そのね、小箱を見た瞬間に、あれそういえば一個変なことあったぞっ。その正月の後、 あっこちゃんがうつむいて白黒になった日から数か月たってからもう一回アッコちゃんに会いたいと思って、うん、妹と二人でまたパートのー山にアッコちゃんち行こうっつって二人で行ったんですって家の路地を出て幹線道路曲がって信号で渡ってあケーキ屋さんがある目印のケーキ屋さんを右に曲がってってパッて見た時にまっすぐの道なんかないんですよえ 全面田んぼもちろんその奥の緑道もないもちろんその先のこの字型のアパートもない何にもない信号を渡った目印のケーキ屋さんケーキ屋さんを曲がったらもう全面田んぼもうアッコちゃん家に行けなくなったんやそれで私記憶消しててんやでもいい思い出として残してたけどあ怖い思い出やってんやって思い出して、うん、続々続々しだして。 いやいや、いい思い出やったはずや、って思って。そこから、その小箱のことを考えず、靴箱のことを考えず、あ、お母さんに愛されてたなと思いながら、スクラップを見るんですよ。一、はい、年、えー、3歳の時のカタログ、4歳の時のドラマの写真、5歳の時の学校の写真とか、あ、こんな冊子も載っててんや、あこの人今有名になってるよなってなった時に、7歳、ちょうど、あっこちゃんと遊んでた時期の、 子役時代の雑誌のモデルの切り抜きがばーって並べられてるんですけどあっこちゃんと遊び出した時期ぐらいからあ、これ怖い思い出やってなったんですってはいあっこちゃんと遊び出してからの自分の7歳の時の写真を見たら骨と皮だけのガリガリの状態のモデルの写真がばバババってその時に直感で思ったんですって アッコちゃんと遊んでる時私魂吸われてたわっていうのが分かるもしあのままアッコちゃんと遊んでたら私もあの中央分離帯を歩いてた後ろの15人の16番目17番目妹と一緒に色がなくなった人間になってたかもしれませんっていう体験したっていう話を聞いたんですよへえ なえー、なんかすごいなって思うのがおばあちゃんもお母さんもあっこちゃんと電話で喋ってるし付録の靴箱も残ってるんですよ。残ってるとか間違いなくいたわけですよね。で,でその付録の年代ってどうだったんですかねその僕聞いたんです、はい、あっこちゃんの時にドンピシャ世代。 アッコちゃんが例えば小学校3,4年生ぐらいの時に流行ったであろうなって言ったら5年前ぐらいに当時流行ったもんなんですよねっていやなんかねその一回ボロボロの廃墟みたいになった時もあったわけじゃないですか、うん、その後はま田んぼだったんでね、うん、まあ元々そんな場所にそういうねアパートはなかったんでしょうけど一瞬だから本当にもうボロボロのアパートが新築だった時代の 住人だっっったたのかかなとかって思う瞬間もあったんで、うん、じゃあ付録とかももしかしたら20年前30年前40年前とかその当時そのね雑誌があったかわからないけど、うん、ぐらいの古い雑誌の付録なのかなと思ったらそうじゃないんですね。はい、5 6年それ不思思議だななと思ってなんかねまあこんな話を僕にする必要もないですしで最初聞いてる時にこれ。 ほんまに作り話やったとしたら今しゃべって分かる通り長すぎるんですよ、ね、ですよごいしっかりしたお話で超大作でしたよね。でこれでも3分の1ぐらいにしてますよもう楽屋で1時間ぐらいしゃべったんですよ。1.5時間終わってえそうなんやみたいな感じのもう切って切って切ってしゃべってるんですけどこれを作ることも するる必要ないし証拠も残ってるし、うん、でお母さんとおばあちゃんが霊感が強いそういう言い方してないですけどなんか不思議なものが見えるんですよねみたいな。でそれっていうのが何回か家に遊びに来た時に帰り際庭から出て「ありがとうございました」「玄関の門を出る」hey「塀がある」 から顔が出てるんですけど、その時に「こんな怖い人間の顔やったっけ?」って思った危惧はしてたと。でその時に妖怪なのか化け物なのかわからないですけど全くそれを感じさせへんぐらい私たちを丸め込めるぐらい強い で、僕は自分の表現ですけど、上限のお化けちゃうかと。なるほどね。はい、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 全部を隠す。知力も。すごいし。うん、魔力も強いしっていう。うん、かなり上級のってことですよね。うん、いや、そういう風に考えないと、なんか全部辻褄が合ってこないな話ですもんね。うん、なんか、いろんな方に、この話を聞いて、どう思いますって聞いた時に。すみさん。すみゆっこさんが。なんか。 聞いたことある話で、霊が魂吸って、歳を重ねていくって。15人ぐらいおったって言ったじゃないですか。一人1歳やってす15歳ぐらいだし。はぁ、なるほどわからないですよ。もしかしたら、これは、どこまで話いいかわからないですけど、お父さん出てきてないじゃないですか。そうですね。で、鷲見さんが言うには、 親族のまあ外でお遊びした時にできた例えば胎児だとかもしかしたらまあねそういう水子さんそうか世にね生まれてくることができなかった、うん、お子さんっていう可能性もっこと、うんうん。っていうのを実はその由香さんお父さん側からそれを。 強盗してて受け取っっちゃってずーっとついてきてて3歳の頃から遊んだって言ったじゃないですかずーっと見ててずーっと育てて育てていろんなものを食って15歳まで成長して幸せ奪ってやろうかじゃないけどそういうのがあるんじゃないですかみたいな見解もあっていやその見解も分かるんですけどだったらなんで妹が。 遊ぼうって言った時にごめんねって言ったのかなっていうことなんですよねそこもすごくいいなって思うんですよねなんかプレゼントをあげたりとか普通に遊んだりとか両親の過酌あるんちゃうかみたいなだってもしもうだから全部予想で言ってますけどもしお父さんのお腹違いのお子さんやったとしたらお姉ちゃんになりますから、はい、妹ができたっていう なんかいろいろな考察ができるしほんまに起きたんやなっていう話し方をされてるとかもうこうなる。なんか今ねなんか僕もいろんな怪談聞いてきて、うん、やっぱり怖いとか恐ろしいとか今のね、まあ、魔物っていうような。 知恵を働かせてこ,う、ね、こっちをこう騙してっていう魂をみたいな怖い存在ももちろんあるんですけどなんかちょっとすごくねフラットに話を聞いたときにでもそのあつこちゃんっていう方が遊んでくれて別に危害は加えてないわけで,でそんな中いなくなっちゃうんだって言ってこうね付録をくれて。 付録があったおかげでその後の辛い時期も乗り越えられてとか、うん、あったわけじゃないですか。でその間今思うとガリッガリに痩せこけてるから魂それてたかもしれないと思うかもしれないけどもしかしたら本当に一つのね考えたらポッと浮かんことなんですけど学校でこういう子役って仕事をしてることでちょっとこういじめられたりとかあとは少しそういう仕事でストレスを感じていて。 アツコちゃん関係なくちょっとこう大変で体調が弱まってしまってた時期でそこに敦子ちゃんっていう子がっていう考えもあるかなってで後ろに15人の子たちを連れてたってことでやっぱ敦子ちゃんっていう子はすごくこう優しい子でこういう子どもたちっていう方でもあってほしいなとはちょっと思いますけどね。 てるであろうこの世に存在せえへんであろう子供たちを遊んであげてるお姉さんっていうことかもしれないですよ、ねうん。だったらまあちょっと救われるしうんうんまあでもねその怖い顔をしてたとかっていうのもうねだからまあこの世の存在ではなくていつも一緒にいられないからすごく寂しい顔をしてたのがお母さんたちからは怖く見えたのかもしれないとかね<ー>っていうのもあるかもしれないしただね だからごめんねっていう、ね、こっちの世界はまた別の世界だから死にはいけないのよっていうことだったらいいなあというかまあ分からないですけどねいろんな多分捉え方あると思いますよね。んなんかパチンってこれがこうでこれがこうでこれが怖いっていう話が多い中でなんかす,すっごい含みがあって。 すごいリアリティもあってすごい私利滅裂な部分があるからものすすごい怖いい怖怖なっ,て怖いっすねで一番反響が多分去年出した動画とかライブで喋ったのが一番多くていろんな方から意見をもらうんですけど人にも似たような体験してる方がいらっしゃらなくてまあなんか「魂吸われたんです」みたいな。 ことは喋られる方いらっしゃったんですけど付録が残ってるとか、うん、家族も巻き込んでこんな話があったっていうのがすごいなって思ってすごいっすねいやーすげえ話ですねすごいいやとまあこの難しい話を超対策を またすごい上手に話しましたねた。いやいや、そんな感じで喋ってない思い出して、あの時のまんま再現しようと喋ってる途中、あの、中央分離帯の2車線のその幹線道路の横断歩道で、ケーキ屋さんの景色が、まあ見えた、こっちに。<laughs> いや、見えますよね、でもこの話。で、その中央分離帯をみんなね、子供連れてこうね、歩いてるっていうね。で、その瞬間、白黒に変わるとかっていうのが。うん、いやなんかす、す、すばら、すごいですね。すごい。うん。まだ、 しゃべれた話いっぱいあるんですけどちょっと機会あったらまた呼んでいただけたらなとただ2年後ぐらいにお願いします本当に 2> 2<年>いや本当にちょっともうこれ急な話もう毎回持って帰ったらこっちみんな持たないん、ね、でいやそのアワード狙ってるんで僕は <laughs> <laughs> アワード本賞を狙ってるんでちょっとね<性>2023年去年振り返ってですねやっぱりこう、はい、アワードとしまして、はい、お世話になった皆さんにいろいろ賞をね、はい、まあ作ってですねちょっとトロフィーお送りしたいっていうことを考えてますんで。はい では、なかった企画をやられてて、マジ真似します。<laughs> あの、絶対に。それあんまりはっきり言うことじゃないんですよ。<laughs> いやいや、真似。その、模倣とか <laughs> トレースとかじゃない真似。全く同じこと。二 <laughs> 番戦時。二番戦時を、島田周平お階段巡りの真似を。もう真似チャンネルにしたら名前。いやー、真似<え>。 そそれれの方がいいですすかそれともマネネーチャンネルしますど,どっちですか階段を浴びる会っていうのもね、はい、あなたがすごいお世話になったまたよ吉さんにつけていただいた名前なんでね、はい、もう大事にそっちをしてください本当に階段を浴びる会はいめぐりはいいや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 らないのよ階段を浴びる会でもうしっかりやってていただいて <laughs> はいまた出してくださいねそっちもね <laughs> いや本当に僕の方こそぜひ、はい、あのー、仕事にかかわらずプライベートでも お願いしまますす貼っき今回ですね、えー、同じ日、同時刻に、えー、コラボとなってまして、僕もお話をさせていただいてます。なんかこう、2024年、ぜひね、この時期に皆さんにね、聞いてほしいという会談を話してまして、で会談話した後にですね、二人でなんかうるさいこと言ってますんで。<laughs> うるせえんだよなちょっとなんかね、あのスイッチ入ってですね、二人でなんか、 あんまりこう柄でもなく熱いことを、ね、うるさく話してますんでね <laughs> 恥ずかしい、はい、チャンネル一っていただいてですねご覧いただきたいと思います、はい、そしてチャンネル登録とグッドボタンぜひぜひお願いいたしますはいじゃあまた2020でもよろしくお願いしますえボルジュクになりました今 <laughs> はいボルジュクになりました知ってるちょっとボルジュクの田辺さんの話広がっていくやんどういうことですか知ってる知らないですいや本当にこれ自分で言うのめちゃめちゃ恥ずかしい話なんですけど、うん、田辺さんがお笑い始めたきっかけ、うん 島田修平っていうえ知知知らららない知らなないいいですこう本当に田辺さんがいろんな場所で言ってくれてんだけど、はい、芸人とかも全然目指す前の時代、僕あの、ロケしてたんですよ。うん、で、ロケの合間に休憩してたら、なんかあるこう女性の集団の皆さんがこう来てくれて、はい、手相見てくださいよとかって言っていただいて、はい、で、あ、はいはいなんてこう手相見てた中で、ある一人の女性に、おすごいっすね、人気線こう。めちゃくちゃ人気者っていう、なんかもう人前に出た方がいいですよ。 って言った相手が、実は、まだ当時、一般の方だった田辺さんで、えー。えぇすごーで、田辺さんがそれ聞いて、え、そうなんだ。ちょ、ちょっと私、NSC に応募してみようって言って、芸人始めたっていう。えぇ、ー、この話、いろんなところでしてるんですか田辺さんがしてくれてます。あ、島さんはあんまり喋ってないですかはい。だって恥ずかしいし、自分でなんかダサいなと思って。いや、すごいっすね。いや、もうすごいっすねって言われたら、もう、まあねって言っていいっすよ。<laughs> ほんまにそれレベルですよ。 そうだよ。俺もまあね、言っていいよね。そうですよ。そうだよね。はい。いや、そんなわけないんですよ。議の一つとしてぐらいの感じで言ってください。いや、すごい。へえ。というわけで、ゲスト、えぇ階段を浴びる回より。忘れたやん。吉井正オでした。ありがとうございました。マサオ、さんでしたとかですさんでした。ありがとうございました。 ね、本当にこう階段も上手でねまあそのホストとしても素晴らしいね感じでまあ声もいいし顔もいいしっていうねその対外的な表面的にはいいんですけども中にクソ野郎じゃないですかそのクソ野郎な部分さはさ、はい、本当にもう<身>もっとさずっとなんかしゃべってるずっと喋ってる本当にずっとしゃべってるね。 で、なんかこう、先輩にもなんか、んあ違うと思ったら、うわーとか言っちゃって、なんかこうね。なんでなんで止まらへんのな,なんであんな、あんな不器用なんですかプライベートとか。悪口言われてんねんすごい、なんかあるじゃない。<laughs> いやいや、あるじゃないじゃない,ゃない。あるじゃない、そういうの。いや、僕は、だから、島田さんの前だけでもないですけど、気許した先輩とか、視聴者さんも多分、感づいてきてると思うんですよ。感づいてるかなやべえやろうなっていう。<laughs> で、島田さんも、やっぱ、むちゃくちゃ抜けてる部分あるじゃないですか。抜けてますね。愛らしさがまだあるっていう、<laughs> この、盤石の階段と手相、そしてタレント同士やってんのに、まだ、 万弱化できひんような匂いを漂わしてるじゃないですか。いやひどいですね。はい、特に最近、特にひどいっすよね。<laughs> え、特にひどいはい。で、今ね、言いながら、あ特に最近ひどかったなっていうポンコツエピソード、はいえー、今、ぐるぐるぐるって考えてるのに出てこないっていう、ね。ポンコツやな <laughs> <今>、ま、結構今、時間稼いでくれてたもんね。あれ、なんかあったよな、最近と思って。あったんだけどね、出てこないっていう今。いや、だから、あのー、毎回ね、島田さんの車で、えー、仕事現場から仕事現場一緒そうだよ。現場一緒になると 絶対に帰りを送ってってくださいねみたいな感じで家の前まで送らされるもんねそりゃそうでしょもうそりゃだって友達やもんもう車の中はで着いたら着いたでまだこっち話し終わってないからちょっと話したいのに <laughs> 何でしたーってもうすぐ帰ってくもんねあれはそういうノリじゃないですか,かあいつもう本当になんか いやあれもわざと島田さんがその折りの間際に新しい話しだすから「あもうこのノリ来てんねんやー」つって「うんうんうんあれと騙したの」のノリをいつもしてるわけじゃないですか1階が薬局のねマンションに帰ってくよねいつもめっちゃ変じゃい, <laughs> い,やいっぱいあるからいっぱいあるからは大丈夫しないないやなんや 住んでる区域もたまに言ってるし、あかんって。一回がデリシアのね、あのマンションのとこに入ってな横のローソンがあって、バラローソンで買い物して、薬局とか日用品はあのね、デリシアでこう。 こんなぶつかりますかなのよ、だから近所じゃないですかあのぱりまあまあ使うからさ近所とかも言子供のおむつとかさ犬のトイレシートとかさいつも買いに行ってるからさあそこよく行くのよ行くとなんか毎回まあ、よしこの上だ台住んでんだよなとか思うのどう思ってんの変な育て方してるよいや、僕のだからいつも思うのが こんなね、置いてしゃべるエピソードじゃないんですけど自分の車やのに毎回車バって乗った時にシートトベルの位置探すいやいやいや何回乗ってんねんあとお前さお前そのさ分かんないけど俺も正解分かんないけどさ俺一応車で俺が運転してこうね送っとおわけじゃないですかもう何にも言わずにちょっとモヤっとすんのよあれ助手席が正しいんじゃないのかな 後ろの席にもう座って、わーってこんな感じで、いや、島田さん今日も大変でしたねとか言ってくるけど。<laughs> 足は組んでないです。ちょっす足,足は組んでないです。すそしたらもういよいよだよ、本当に。<laughs> ちょっともやっとするんだけど、あれ正しいのかな、後輩として。正しくはないですけども、二人の関係性では正しいんじゃないですか。そ <laughs> の会談はですね。いや、違う、違う、違う、早い、早い、早い。だからさ、ちょっとぎ若,若干距離できるから、俺もなんか若干こう声張るわけ。<laughs> 横だったら、もっとこうね、なんかその、こ声でいけるのになー。 今日もさ、とか、ちょっとなんかこうで、ね、声張んなきゃいけないから。通りますもんね、声が通りますね、じゃなくってさ。バックミラーがあるから便利ですよね。<laughs> こうやって喋れるから。<laughs> タクシーの運転手さんじゃないんだけ <laughs> <laughs>